で、キンガーさん結婚はやだやだ。ライトの音がうるさい。なんで君はキーキー言うの、なんで君はキーキー言うんだ。ゆういちさんありがとうございます。そう、メールをね送ってたらすごいバタバタになっちゃった。ちょっと遅れちゃった、申し訳ないし、メールも写真バーンって感じになっちゃった。そう、このお洋服あれです、去年買ったやつだ。眠ってたので久々着た。今日からメール取り始めたの。ありがとう、ありがとうございます。今日から、それは嬉しい、それは嬉しい。ぜひ返信とかも待ってます。ありがとう、いっぱい送ろう。武蔵野さん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとう。そう、リバーウォーク今度イベントさせていただく、リバーウォークさんでイベントさせていただくんですけど、北九州のね、コールとか禁止らしいね。残念だ、久々にそこで初めて聞けるかと思ったんですけど、禁止っぽいね。禁止っぽいね。いっこうさんもクマありがとう、ありがとう、クマありがとうございます。よいしょ、さやかちゃんの声取ってよかったです、ありがとうございます。あ、そう、メールさ、メールってさ、メール取るページ開くじゃないですか。そのメール取るページのページ開いたら、こんなメールが届くよみたいな、おすすめみたいな、おすすめじゃないな、こんなメールが届くよっていう、いつなんて言うんだろう、実際送られたメールの過去のメールが一通載ってるんですけどそう、サンプル的なのが載ってるんですけど、あれがちょっと昔のやつすぎてちょっとなんか恥ずかしいって思ってみた、この前。そう、結構前じゃない ?1、2、あれだよね、七並べのCM の写真とか載ってる写真だから2年3年前ですよそう、あ、商業施設、大声でのコールが禁止なの。じゃあ普通の声なら OK なの。ちょっと待って、コメントに時差がある、話が戻っちゃった。そう、サンプル、あ、みんなそう言ってるんだ。そうだからさ、ちょっとサンプルちょっとさ、変えたいな変えたいな。なんかちょっと過去のさメールとかさ
なんか過去の日記を見返すのが恥ずかしいみたいな、そういう現象になってる私。ちょっと待って、今のサンプル、どこだ？モバイルメール STU。モバイルメール、そう、ちょっと見てほしい。あのショールームのね、ルームのとこにも多分確か貼ってます、メールはこちらみたいな。そこのメンバーで原田さやか、そう開いたらね、そうこんなメールが届くよって、そうあっていつのだこれは。2020年10月25日のメールだって。2020年、あ、やっぱ3年前、あでも10月だから2年ちょっとだ。あ、メール今来た。そう、時間がなくてすごいバタバタで送っちゃった。メール配信中、年ちょっとか。ちょっと恥ずかしいんですよね、このメール見返すの。いや、いや、なんかヒャーヒャーって書いてる。ヒャーでも楽しみって。ヒャーヒャーか。ヒャーはあんまメールで使わんな。あ、でもなんかなるほどねっていう感じなんですけど、そう、おはようございまするいや、おはようございまするってなんかさ、ちょっと 毎朝おはようございますじゃなくて、ちょっと気分を変えたい時とかってあるじゃないですか。だからおはようございまするって多分今もでもたまに使う時は使うんですけど、なんかさ、ちょっと見返したら恥ずかしいよね。え、いつ変わるんだろうね、そのお試しメール、お試しというかサンプル的なやつ。そうだね、19とかの時かな。今変えるんだったらどのメールにしようかな、あれにしようかな、あざとさあざとさマスターブックにしようかな。あ、女王様のやつもいいね。今ちょっと二択だな。ツナさん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。正一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。怪我した時の怪我、どの時の怪我今日ちょっと外羽にしてるんですけど、後ろの方がねうまくできなかったので今隠してるの。ゆうさん、タコありがとう、ありがとう。うん、髪伸びた。ウインクできるよ私こっち側は苦手。
カレーさん、可愛いギフト10個ありがとうございます。ありがとう。髪が伸びるのが早いのかな、どうなんだろう。ね、もう切る前ぐらいになったよね。早い。F 渋谷さん、ありがとう。ジャパン前さん、結婚はどうしようかな。結婚か真剣に考えてる人、結婚か、まだいいかな。ってことは6周年で再びだって6周年でまた髪が短くなってるやつやるの。そうだね、なんだかんだもう4ヶ月経つもんね。レンレンさん、ありがとう。佐藤不良さんも結婚はまだいいかな今日優しい。結婚はそうだな、あと300年ぐらいはいいかな、しなくて。ちょっとね迷ってる。髪も切るか、またボブぐらいにするか、ちょっと迷ってる今。ちょっと迷い中。切りたいって気持ちがね強まったら切る。春だからね、春だから。ああ確かに夏に向けてみたいな。あ、46 46 46。今日あったかかった。え、今日雨だった。広島雨だった。皆さんのとこどうでした。46か、いつまで続くかな、いつまでいけるかな。いっそ金髪にでもする。多分めちゃめちゃ怒られるやつだよね。めちゃめちゃ怒られるよね。あ、晴れてた。福岡も雨だった。でも私ね、一回人生で髪の毛をね、白っぽく染めたいんですよ。白っていうか、なんて言うんだろう、グレーみたいな、シルバー、シルバー染めてみたいって、そうずっと思ってて、あのアイドルになる前思ってた。そう、アニメキャラみたいなね高校生ぐらいの時思ってて、染めたいなって、白したいなって。憧れない、白にして、青っぽいカラコンとかつけて、まつげ
とかも白くしてそうしたいなってそう思ってたなって最近思い出した。最近もうその欲は割とないけど、人生でねちょっと一回ぐらいやってみたいよね。え、何色染めたいとかある？12秒だったのかな。でもそうかもしれん、白髪キャラ好きだった時期あるもんな。確かにあるよね、白髪キャラ好き時期。鳥沢さん、結婚はね、来世ぐらいまでいいかも、しなくても。そうそうそう、金木くんにキルア君に、あとスレインくん好きだった、その時期なんじゃ多分アニメの影響かな。でも今でも割としてみたい、なんか一回ぐらいめちゃめちゃ染めてみたいけど、 STU は黒髪なので今は大丈夫。あ、ウィッグとかっていうあ、ウィッグやろうかな、ウィッグでチャレンジするね、ハイトーンはねケアも大変っていうよね。よしよし、ウィッグはお話し会とかってありなのかなえ、ウィッグかやろっかな。え、ウィッグやろっかなって今ちょっと本当にそんな気分になってる。やってみようかな。じゃあちょっと、もし今度ショールームとか急にさやかりんが配信始めましたって来て開いたら、え、誰って人がいるかもしれん。ちょっと今その気になってるそうだよね、実際に染めちゃったらさ、いろいろ大変じゃないですか。すぐには戻したりしてもなんか傷んじゃったりとかあるのでねやってみようかな。いいね。え、お話し会ってありなのかな。お話し会でウィッグありしてるメンバーとかっているっけ。ダンスとかしてたメンバーとかはウィッグか。すごい明るい色とかありなのかな。前例はある？え、どうなんだろう、ちょっと確認しとこうなるほどね。キャラクターのコスプレじゃなかったらありか。ねえ。あとしてみたい色あるかな。何色したいかな。白髪でしょ。あとは
でもそれ以外あんま考えたことないかもしれん。青、水色、ピンク、オレンジ、ペンライトカラー、緑、紫レインボー何色したいかな。あ、なんかさ、内側だけさ、色を入れるみたいのあるじゃないですか、インナーカラーみたいな言い方合ってるかな。それ一時期お姉ちゃんがやってた気がする。気のせいかな、一時期やってたような気がするよ。え、分かんない、私の記憶、勝手な記憶のあれかも、捏造かもしれんけど、確かやってた気がする。それってなんか可愛かった。え、待って、違うかもしれん私の記憶はあんまり当てにならないけど、そう、お姉ちゃん髪短くて肩ぐらいでインナーカラーで入れててめっちゃ可愛かったような気がするけど、違うかもしれん。え、違うかな、え、私の勝手な捏造あったような気がする。ちょっと確かめとこう。世界の話だったら申し訳ない。あ、そう、今日なんかさ、宅急便が、そう、メールでも書いた、メールで書いたんですけど、昨日お家のポスト開いたら不在票が入ってて、何にも、何が届くか何の記憶もなくて、なんだこれはって思って、あ、じゃあ今日の午前お願いしますってこう連絡したんですけどなんか化粧品でした、化粧水化粧水というか美容液みたいなのでした。もうすっかり忘れてた、すっかり忘れてたです。ただ私の記憶が飛んでただけでしたそう、すいません、私のが頼んだやつでしたそう、記憶がないから何が届くのでしょうみたいなこと言ってたんですけど、そう、届いて思い出した。いや、生活必需品、まあ必需品といえば必需品なんですけど、あの、いつも使ってたやつがなくなったとかじゃなくて、なんか、これいいじゃんみたいな感じで買ったやつだったから忘れちゃってたそう、なんか楽しかった、ドキドキして、これは何が届くんだろうって思って、今日から使おう。あ、そうセルフサプライズ、コンシーラーコンシーラーじゃない、でもね、コンシーラーね、なんか私いっぱい持ってるんですけど、3個使いしてるんですけど、クマがめちゃめちゃあるので、その1個がね、なんかなくなっちゃったからまた買わなきゃいけん。でもそのなくなったコンシーラー、なんか韓国から輸入したやつみたいな、輸入わざわざしてから買ったみたいな、そういうやつだったので、どこで買ったっけな、
で買ったっけなって感じ。もう忘れちゃった。今も売ってるのかな。そう、こだわりのやつなんです。コンシーラーはね、いっぱい買った。もういろんな、あ、これがいいですみたいな書いてたやつはいっぱい買った。それでもう様々なのを使った結果、今のね3個に落ち着いてる。何を隠すの、クマだよ。クマ、クマが私めちゃめちゃあるの、コンプレックス。そう、コンシーラーのことなら任せてください。そうだね、自分の肌に合うのとかも難しい。え、そう、ニキビ治った。もうほぼ治った、よかった。1ヶ月ぐらいずっと治らなくて、なんでってなってたんですけど、治ったよ、よかった。いや、クマはね本当にあれなんです。小学校ぐらいの時からずっとあるの。だからあれかも、もう寝不足とかじゃなくてもね、あるの。そうそう、もう触らないようにしたから。ニキビ、私が治りかけたらすぐ剥がしちゃうので、ずっと治らなかったけど反省してね、触らないようにした。え、そうそう、だからね、クマね、全然前日めちゃめちゃ寝た時とかでも、あの学生の時とかって何にもできないんじゃないですか、コンシーラー使ったり。だからなんだっけ、あ、ね、寝てないのみたいな、たまに言われてた。寝不足なのみたいな。そう、え、コンシーラー禁止だよ。禁止、え、メイク全般禁止じゃない？え、禁止じゃないの？小学校とか、小学校、中学校、え、でも高校も禁止だった。高校とか、あの眉毛をなんかちょっと剃ったりとかも禁止だったから、なんかチェックされてた。風紀検査みたいな。もう今考えたらね。まあなんかいろいろあるのかな、拘束あるからね。え、どうなんだろう、普通高校はどうなんだ。え、でも眉毛はいいよね。眉毛はね別に。なんかダメなのかな、なんかあるのかな、なんでダメだったんだろう。別にね、剃るぐらいいいんじゃないでしょうかと思うんですけど。ダメでしたね。それを考えると STU は自由な方だね。あ、まあまあそうね、そうね、高校生の高校に高校と比べたらね、確かに確かに、メイクもできるし、眉を剃ってもいいし。確かに。
タン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 。誰かに怒られたことないやろって。うん、まあね、まあね、そうねそうね、まあ居眠りと寝坊以外では怒られてなかったです。はい、優等生なのでちょっと居眠りと寝坊があったぐらいですかね。まあそれ以外は全然優等生なので優等生かな。これビルマさん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとうございます。ありがとう。あんな寝てたんだろうね。でもね、怒られるとかじゃなんかもうなかった。怒られるをちょっとね通り越してた生徒だったかもしれん。夜更かししてたのかな、過去の私。夜更かししてたかな、中学高校何してたんだろう。え、どういうことっていや違う、なんかねもうすごいね、先生に呼び出されて、ある時なんかなんて言うんだろう、応接間みたいな場所にね、こう向かい合って座らされて、いや、なんでそんなに眠いんだと思うって聞かれて、どうしてそんなに眠いのかなって、いやー、わかんないです。っていうパターンと、っていうパターン、あれが高1かな、中3かなでした。なんか覚えてる。結構いい感じの椅子の応接間に、あ、なんかすごいこんなとこあるんだって思った。ぐらいなので全然怒られては全然言うと模範的な生徒でした。そうです。ちょっとやめようか、この話やめようかこの話やめようか、ちょっとね、良くない話がちょっとやめようかうん、廊下に立たされたりしなかったのって。でもあれだよね、私が立たされたとは言ってはないですけど、私の話ではなくて、なんか朝行ったら自習みたいな時間があって、自習テストみたいな時間があって、それに間に合わなかった人はその間廊下に立ってないといけないんですよ。その朝入っていいよって言われるまで。だからまあ立たされてる人もいましたね
まあ、うん、人もいたなっていう話です。あくまでそう人のそう、そういうね生徒も いたよねっていう話なんですけど、はいはい。ビルマさんありがとう。あかんこのルームって言われてるので、ちょっと話題を変えようかな。私がじゃあすばなんかないかな、なんかちょっと待って、ちょっと待って、学生時代のいい良いエピソード今思い出してるから、良いエピソードなんかあったっけなんかあったっけえ、学生時代って何してたっけ私。ちょっと話題変えようか、話題を変えようか。体育祭で活躍する人でもなかったしな、全くもって、やばいないやばい、ちょっと待って、いい今のとこなんかいいことが何にも出てきてないな、何にも出てきてないな。体育祭って懐かしいね。文化祭何したっけ。武蔵野さんタコありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、タコ10個ありがとう。懐かしい。今体育祭と文化祭の記憶を私今たどってるんですけど、ちょっとこれといってないですね。しょうちさん、くまありがとうございます、ありがとう、くまありがとう、ありがくま。体育祭はそこそこ好きだった、でもそこそこ好きだった。用具係になって用具を運ぶのが好きだった。応援団はしてないよ応援団はしないよ。でもクラスマッチは本当に好きじゃなかった。私クラスマッチがクラスマッチがね、学校の中で一番嫌な日だったの。体育祭の日のお弁当はいいよね、楽しいよね。じゃないの、九州しかないの。そう、え、クラスマッチって九州しかない文化なの。嘘でしょ。あ、多分球技大会みたいなものだよ、球技大会。そう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 。あ、広島もある、初めて聞いた。球技大会です、球技大会っていうか、なんかクラスごとに種目、いろんな種目で戦うんですけど、言い方の問題？そう、クラス対抗みたいな、そう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 。ね、球技以外もやってた。クラスマッチ。え、言い方、地域性あるのかな？え、ドッジボールとバレーボールと大縄跳びがあって。いや、もう、いや、もう、嫌だった。なんでこれは一日、これをして私たちは
何につながるのでしょうかとか思いながらやってました。そう、なんならちょっとね、前日とかにお母さんにちょっとなんか今日体調が悪いかもしれんとかねちょっとなんか今日頭痛いとかやってちょっと明日あれかもとかって。そう、でもね、あの母はもう私がそのクラスマッチが好きじゃないっていうのを知ってたのでなんかもう仮病でしょみたいな騙されてくれなくてちょっとはい休めなかったんですけどでもそう、前日ぐらいからちょっとね体調悪い感出しとこうかなとか思ってやってたけどダメでした。そう、でもずっと考えてた、私はどうしたらこのクラスマッチに出なくて済むのか。それぐらい一番嫌だったんですよね。なんであんな嫌だったんだろう。あ、球技が苦手っていうのもあったし、なんか自分一人のさ責任でなんかあれじゃん、大縄とかさ一人ずつ入って抜けて入って抜けてみたいなやつだったんですけど、自分で引っかかったらさすごい責任感じゃないですか。多分それが嫌だったんだと思う。あ、ちょっとこれも話題変えた方がいいかもしれん。あ、これも話題変えた方、なんで話題を変えた方がいい話題にばっかなるんだろう。おかしいな。これもダメだ。あ、好きなお弁当の話。あ、それはね、それはいいですね。それは無難だね。好きなお弁当、何が好きだったかな。なんかミートボールとか。なんか冷凍のチキンのやつとか好きだった。卵焼き好きだった。卵焼き、そう、甘かった。めちゃめちゃ甘かった、お母さんの卵焼きは。めっちゃ甘かった。一回その学生の時、卵焼き作るのこう横で見てたら、え、砂糖そんな入れるのっていうぐらい甘かったです。最近はなんかだし巻き卵ばっかり食べてたので、あ、その反動かもしれんその反動かも。だからあれだね、もう昔は甘い卵焼きしか食べたことなかったかもっていうぐらい、うちはねずっと甘かった。これもあれだよね、お家によって変わるよね。どうでした皆さんのとこ、甘かった、だし巻きだった。反動かも。だし巻き甘々、一生九州甘いイメージ。これも地域によって違う。激甘、塩、甘くなかった。あ、ネギ入りあった。たまにあるよ、たまにさネギ入りの人があって、なんかちょっと嬉しいよね。あ、思い出した、私が一番好きなお弁当の具、チーズ入りの卵焼きです。あ、懐かしい。すごい、半々ぐらいかな、甘いとだし。中間ぐらい。チーズ入りの卵焼きだった日はもうめちゃめちゃハッピーだった。懐かしい。え、食べたい、久々に食べたい。
懐かしい。あった、一番好きだった、卵焼き入ってた、チーズ入りだたまにね、いつもの卵焼きにチーズがこう巻かれて入ってて、あー懐かしい作ろうかな、自分で作っても同じ味になるかな、同じ味になるかな。チャレンジしてみようかな。懐かしいね、お弁当。ね、懐かしい話がいっぱい。最近自炊してます。あのおじいちゃんおばあちゃんの家からお野菜を送ってもらったりしたので自炊してます。最近なんと私、えらい。お疲れさん、ありがとう。クマありがとうございます。ありがとう。あ、そう、キムチ鍋を作りました、昨日。クマありがとう。あ、そうだそうだ、なんか昨日さ、昨日の配信さ、話の途中で終わっちゃったよね。あ、そう、昨日はね、キムチ鍋を作って食べたんですけど、なんかキムチ鍋っていうかキムチスープみたいになんか半分なっちゃったけど、作ったんですけど。フィルマさんめっちゃ可愛いです、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。たんたんたぬきさん結婚は嫌です。ツナマヤさんありがとうございます。そう、すき焼きは果たして鍋なのか鍋じゃないのか討論をね、そうしたかったんですけど、昨日もう時間がなかった。もしかしたら昨日自分で作ったキムチ鍋が今年というかこの冬初めて食べた鍋かもしれなくて、え、本当にもうこんな2月半ばまで鍋を今年食べてなかったとかあるって思って考えたら、そう、すき焼きは食べたんです、お正月に、じいちゃんの家で。さまやさん結婚は嫌です。え、すき焼きって鍋なの？ちょっとさ、わかんなくない？鍋、え、今夜すき焼きめっちゃいいじゃん。鍋なの。え、鍋なの？なんかみんな鍋って言うじゃん。え、でも
さ、すき焼きはなんかすき焼き用のお鍋じゃん。お鍋だったんです、おばあちゃん家ではね。普通の鍋ではなかったの。なんかこれはこれ何って言ったら、すき焼き用だよって言われてそれも、あ、待って、すき焼き用の鍋かえ、なんか言い方ないのかな、すき焼きなんかないの、すき焼き、すき焼きなんとかみたいなそう、すき焼き器みたいなあれ、すき焼き器なんじゃないですか、あれ鍋なんですか、え、鍋なんだ。あ、じゃあ食べたことあった、苦しいか。すき焼きって鍋なの、ちょっと待って、すき焼き鍋、あ、すき焼きの鍋ばっか出てくる。違う、こういうことが知りたいんじゃなくて、私はすき焼きはすき焼き鍋なのか、すき焼き鍋なのか。答えは肉鍋料理の代名詞の一つ、すき焼き、え、どういうこと、どういうこと答えは肉鍋料理の代名詞の一つ、すき焼きです。何の答えなんだろう。すき焼きは関東ではだしを醤油、砂糖、お酒などで味付けした、下、割り下に牛肉と野菜、白滝、ネギなどを入れて煮込む、れっきとしたお鍋料理ですそっか、じゃあ討論するまでもなかったという感じなんですね。うん、これはちょっと後付けの天才と呼ばれた私も苦しいかもしれん。ちょっと待って、ちょっと今考えるから考えるから、ちょっとすき焼きを鍋じゃないと思ってもらえる理由をちょっと今考えよう。いやでもいやすき焼きってさ、さ鍋の時、お鍋ってさ、あれじゃん、白ご飯と食べなくないえ、白ご飯と食べなくない、鍋は鍋じゃない。もやし生活さん、ファイト、 ありがとう、応援してくれてる、ありがとうございます。え、お鍋ってあの普通さ、お店とかで食べる時の話ですけど、そのままさ食べてさ、締めとかで麺を入れたりお米を入れたりするじゃないですか。え、ちょっと聞いて聞いてちょっと聞いてそうじゃないですか、それが鍋ですねそうそう、お水にしたりね、あるじゃないですか、それが鍋で、すき焼きってあのご飯と食べるじゃないですか、締めとかあんましないじゃないですかね。それはあの具材の一つとしてそう、締めとかの文化はないじゃないですか。そう、ご飯と一緒にお肉をさ、その卵で溶いたお肉をご飯の上に乗せて食べたりするわけじゃないですか、でしょ。だからおかずなのではすき焼きは、まあ、一つのその料理なのではなのではちょっと弱い、ちょっと弱、あ、どうあ、一理あるって言ってくれてるあ、ね、ちょっと弱いか、ちょっと弱かったか、ちょっと苦しいか、あ、一理あるあ、ちょっと待って、あと一歩考えよう。お鍋、お鍋、お鍋はあ、あのお鍋ってさ、大体あ
ダメだダメだ。大体キムチ鍋とかもつ鍋とか鍋がつくじゃないですかっていう論にしようと思ったんですけど、水炊きがあったら、水炊きがあるからダメか。なるほどね。じゃあ厳しいか、今回に関しては厳しいか。そう、え、水炊きなんで水炊きって言うんだろう。ということで、え、おでんはお鍋じゃないよね。おでんは違うでしょ。え、でもさ、おでんもさ、お鍋で作る？おでんもお鍋で作る？え、お鍋で作るよね。え、じゃあおでんはお鍋なんですか？じゃあその論でいきますと、すき焼き論でいきますと、おでんもお鍋ということになります。おでん鍋なの？え、おでんもお鍋なの？おでんはお鍋じゃないでしょ、さすがに。さすがにちょっと調べよう。なんかもう何の話。おでん鍋なのか。すごい、すき焼きやおでんも鍋料理っていうのが出てきた。すごい、世の中では考えてる、同じことをみんな考えるんだね。一般的にはすき焼きもおでんも鍋料理の一つと考えられてるんだって。え、嘘でしょ、嘘でしょ。え、だって、これは嘘。え、これは嘘。え、これは嘘だよ。え、これは嘘だよ。え、え、だってさ、今日何食べたってさ聞かれたとしてさ、あ、鍋だよって私が言ってさ、え、何鍋って聞かれて、あ、おでんって言ったらさ、え、ってならん？え、ってならん？し、あー、そう、おでんはおでんっていうね。でもなんかここにさ、じゃあしゃぶしゃぶも鍋なのかみたいなのもある。待って、またしゃぶしゃぶは鍋じゃないよ。待って、もうちょっとおでん、え、嘘でしょ。好きな鍋料理ランキング1位がおでんらしいよ。え、ちょっとこれはおかしい。そもそも鍋物に括弧とした定義はありません。比較的に新しい言葉であるからです。お、すごい。あ、ミラーボールありがとう。ミラーボールありがとうございます。たけさんありがとうございます。ちょっと待って、見つけた、鍋の定義を見つけました。
全日本鍋物研究会がね独自で出してる定義らしいんですけど、1火が見える、食事の場で煮る、2複数の人が一緒に食べる、3各自が自分で鍋の中から具を取り出す、4鍋の中に汁がある。確かに一人鍋は、じゃあ私が食べたキムチ鍋はあれはじゃあ一人だから鍋ではないんでしょうか。意義あり。私はじゃあ一人だから、え、どうしよう、みんなこれから一人で鍋する人はそれは鍋じゃない、一人キムチだったんだ私。私一人キムチだったんだ。山井さん結婚は嫌です。いいか、しません。今ちょっと鍋討論で忙しいので結婚できません。私が食べたの一人キムチだった。え、でも汁の鍋の中に汁があるは結構あるかも、わかるかも。そういう論点で言ったらおでんも鍋になる、ね、火が見える、食事の場で煮る、ああ。でも確かに料理のジャンルで分けたら、なるほどね。ちょっと待って、もう1時間経ったの？鍋討論で1時間経ったの？なるほどね。でもちょっとね、ちょっと意義あるよ私。まだおでんは鍋とはちょっと認めれん。鳥さんさんありがとうございます。信明さんもありがとうございます。ちょっとねおでんは不服ですけど、すぐあのお店でさ、コンビニとかであるおでんはじゃあさ鍋じゃないじゃん。意義あり。ということで、じゃあ、え、待って、おでんも食べ、おでん私この冬で一回も食べてない気がする。え、食べた？私食べた？おでん食べた？あ、食べたっけ？記憶がないだけかも。なんか食べたような気もする。え、どうだっけ？メールでなんか私送ったような気が今一瞬思い浮かんだけど、あれは去年とか？え、どう？知らんがな。え、メールで送らんかったっけ私。あ、みんな私のメールを、私のメールを毎日読み返してくれてないんだ。私のメールをみんな、みんなあれもしかして私のメール取ってない、あれ私のメール取ってない、え、セカラメール取ってない、あれ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 、アレクサセカラメール開いて。セーカラメールじゃない、ケロメールだ。OK Google、 原田さやかからのメールを開く。
おでんで送ってない、私おでんのメール送ってないから、じゃあ送ってないんだ、ごめんね、なんでもなかったこれなんでもない、送ってないっぽいです、送ってないっぽいです あれごめんね、なんでもない、送ってないっぽいですごめん、存在しないメールについてちょっと圧かけちゃった、あれみんな私のメール見返してないんだとかみんな私のメール適当に見てるんだみたいなごめんアレクサ、アレクサごめんOK Google ごめん2020年の11月3日にあるの？え、本当？え、2年前に送ったの？え、本当ですか？え、多分ね、2年前のはもう私のに多分ない、私がまだ取ってないのかな？2年前のメール、ちょっと待って、こっち側2年前、ちょっと2年前、ちょっと待って、こっち側これかな、とは違う方のやつで撮ってた、えすごくない？2年前のメールをさで送ったことを私ちらと覚えてたの、すごくない？しありがとう、すごい送ってる、あれみんな2020年の11月3日のメールはい、みんな2020年、めっちゃ前だみんな私のメールをちゃんと復習してないんだちゃんと3年分復習定期的に復習してないんだよし、今日はじゃあ2020年度のメールをメールを攻めるぞって言って今日はじゃあ2020年の何月から行こうみたいなああいや、ごめん、冗談です。え、すごい送ってるよ、2020年11月3日おでんを食して頑張るのだ、今日もお休みメールを送れなさそうです、何々さん明日も一緒に頑張ろうね、あ、多分これレッスンが夜遅くまで会ってた日とかかな、かな、場所的に違うかな、自主練とかだったのかな、もう20時頃に送ってる、おでんを食べて頑張るらしいです、え、じゃあ私これ以来もしかしておでん食べてないもしかしてこれ以来おでん食べてないのかな、わかんないけど、わかんないけど、ダンスをしてたのかな、おかしいよ、それ以来食べてないとかそんなことある、メールしてないだけで、メールしてないだけかな、ちょっと待って、あ、今アルバムの方でおでんって調べたらなかったアルバムでおでんで、おでんはでも出てこんか、料理みたいな、あ、鍋料理、でもおでん食べてなさそうですね、やば、 AI の限界かも、へえ、そんなことあるかな、どうなんだ、おでんはね、卵が一番好き、卵が好きかな、でも確かにあんま、なんか今さ、おでんで何が好きかなって考えてたけど、脳内にあんまりおでんのねイメージが出てこないの私の脳内でおでん、
おでんのイメージ画像が全然出てこないから、あれなんかもしれん、本当に食べてないんかも。2年前からそんなことある。セータリンは全てを忘れ、我々は全てを覚えていなければいけない。そうよそうよそうよ。私自分で最近頼んだ注文したものもすっかり脳内から抜け去る人だから、私の分もみんなが覚えてみんなが覚えて、あの私の脳になってもらわないと私の脳内になってもらわないと面白い。うちこさんありがとうございます。タコありがとう、ありがとうそうだからみんなは私の送ったメールをあのあれだね、何年ごとにあのちゃんと全メールを復習しないといけない冗談ですなんて推しだって言われてる。あちょっとどうしよう、これも話題変えた方がいい今日なんか話題変えた方がいいことばっか言ってるかもしれない、どうしようじゃあそうだね、私のそうしよう、忘れそうなことはやっぱじゃあメールにいっぱい書いていくね。メールとか配信で言うようにしようそう、そしたらみんながね覚えてそう覚えてくれ、あみんなで忘れるのみんなで忘れたらもうそれはもう記憶から消えちゃうね。えイメージダウンの日って言われてるので、ちょっとじゃあイメージアップなことを言って終わろうかな。でもイメージアップになりそうな話題が今のところないんですよね今のところないんですよね。なんかあるかな、どうしようかな、どうしようかな。そうだね、過去のメールとかもねなんかで見れたらいいよね。でもあれかなんかメールだからそれは違うのかな。たけさん、たからさん、たこありがとう、ありがとうございます。え久々に私もちょっとメール見返そう。じゃあ壇上を書こうかな。え正解の初メールってなんやろうって。私初メールなんか12月ぐらいから確か始まったよね。12月クリスマスとかじゃなかったっけ。めちゃめちゃ記憶、12月クリスマスより前か。でもすっごい覚えてる、もうメールの写真撮るのにさ本当に1回3時間ぐらいかけてさ、えもうえこのえどうしようどうしようって言ってすごいねいっぱい撮ったりしてた記憶思い出します。ゆうがひなさん結婚はしませんしません。壇上違う、テロップ加工、テロップどうしようかな、テロップ。さすがに3時間持ってるやろ、これが本当なの。もうおかしい、なんかもう全然写真が撮れなくて
え、待って、何にしよう。何にしよう、テロップ。何にしようかな。何にしよう。はい、ということでそろそろ壇上を読ませていただこうと思います。ちょっと今日イメージダウンしたっぽいので、イメージアップはい、イメージアップさせていただきました。そう、イメージアップ作戦、はい、そう。心優しい真面目な人です、原田さやかです、よろしくお願いします、ということで壇上を読ませていただこうと思います。たたたーん、13位、あちこさん、ありがとうございます。12位、かずささん、ありがとうございます。11位、ティースさん、ありがとうございます。10位、いっこうさん、ありがとうございます。9位、山井さん、ありがとうございます。8位、信明さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとちゃんと覚えてるよ、読み方。7位、静岡の天ぷらのたけさん、ありがとうございます。6位、もやし生活さん、ありがとうございます。5位、むさしろさん、ありがとうございます。4位、鳥さんさん、ありがとうございます。3位、お疲れさん、ありがとうございます。2位、ビルマさん、ありがとうございます。そして1位、翔一さん、ありがとうございます、ありがとう。そして明日大吉に過ごせる方は末子長男さんです、おめでとうございます。パチ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 、ありがとう、ありがとうございました。もうこのライトがすごいキーキー言うのはどうしてなのって感じなんですけど、はい、あ、はい、ということで、はい、私はね、まっすぐな真面目な人間ですので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ちょっと今日はなんか話題変えた方がいい話ばっかりしちゃったけど、ということでありがとうございました、楽しかったです。ちょっとおでんが鍋というのは認めません、でもすき焼きが鍋というのはまあ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 って感じです。まあまあいいでしょうっていう感じですけど、ちょっとおでんは鍋じゃないと私は言っていこうと思います。ということでありがとうございました。土曜日だけど夜更かしはしすぎずに、ちょっと私も早めに、ええ、あ、すごい、もうびっくりしちゃった、20、もう23時半になろうとしてるんだ。じゃあもうお風呂に入ります、私もね、日曜日楽しんでいきましょう、ということでおやすみなさい。
バイバーイ、ありがとう。またねー、おやすみなさい。バイバーイ。